外国では休みの日につながらない権利が進んでいるようですこの時間は青山学院大学法学部労働法がご専門の細川先生に解説をしていただきます細川先生どうぞよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします はい、改めましてつながらない権利オーストラリアで法制化されました、えー、これが勤務時間外に雇用主が労働者に連絡することを禁止しますといった内容なんですねでこれ実はオーストラリアより前にすで、うん、にいくつかの国では法律でこの権利が認められているんですフランスやイタリアではどちらも2017年からオーストラリアのように連絡を禁止するものではないんですが 法律でつながらない権利が存在することを確認していると、うん、で実際の運用は企業と労働者に任されているといった内容なんですが、はい、ですから先生、これオーストラリアは禁止でフランス、イタリアは確認ということでちょっと内容は違うんですけども外国ではこういった流れが、まあ、進んでででいいるととううこすすねそうですねそ、えっと、フランスで初めて立法化されたんですけれどもヨーロッパで大体2010年代 12、3年ぐらいからこういった議論が始まっていて、うん、フランス、イタリアとミトムラあとはポ,、えー、ポルトガルですとスペインですかね、もうすでに立法されてますし、<ー>それから EU 全体でも、このつながらない権利についての共通のルールを作ろうという議論が今、進められているところだというふうに聞いていますね、うんうん、先生、外国でこれ、2000年代に入って、こういう動きが活発化しているのは、何かきっかけがあったんですか えっとそうで1つはやはり通信技術の発達ですよね、昔はあの職場を離れたら電話でした連絡ができなかったので、職場を離れれば仕事からま解放されるっていうことになってましたけれども、うん、今はもうメールでも、そういうさまざまなチャットツールとかで、いつでもどこでも連絡できるようになってしまったので、うん、まあそれでまあ気の休まる暇がなくなったということが、一つ、大きな背景にはあると思います。まあ、フランスとかイタリアが つながることを禁止をするんではなくて実際にどういう運用をするのかっていうことを企業と労働者で。 まあ協議してやり方を決めてくださいっていうふうにしたのは結局それぞれの現場の実情に応じたルールを作らないと全く機能しないっていうことがまあ予想されるからそういう事情はあると思うんですね、はい、フランスでの調査では管理職の7割ぐらいの人がバカンス中にもメールとかそういった業務上のまあ連絡をまあ取っている今では取っているというデータが出てますけれどもただあの同じ調査でそういったその休み中に 仕事の連絡を取っていることで、うん、あの家庭の中の,あの関係が悪くなったとっいう回答をしている人もまた同じ7割ぐらいいるという <laughs>、うん、まあそういういデータもある海外ではこのような権利が進んでいるということなんですが、うん、日本はどうなのか見ていきましょう。 日本の現状は勤務時間外に部下同僚、上司から業務上の連絡が来ることがあると答えた方が72.4%いました、コロナ前より8.2ポイントアップしているということですそしてつながらない権利によって勤務時間外の連絡を拒否できるのであればそうしたいと思う方が72.6%。 高い水準なんですよね連絡は来るけど本当は断りたいと思ってるってことでしょ、はい、そということなんです<ー>で、まあ、日本の方は皆さんこのような権利を、まあ、できればあのそうしたいと思うということなんですが、はい、じゃあどうすればいいのか、はい、つながらない権利を実現するためには細川教授に聞きました、うん、えそもそもの権利の目的は労働者の健康、うん、そして生産性の向上なんです。うん、これを果たすたすめには法律がなくても 他にできることがあるのではないかえまずは企,企業側労働者側ともに意識改革が必要と述べています、うんね、はい。はい、で先生から三つ例を挙げていただきました、うん、例えば労働者の健康で言いますと、うん、休日なのに CC に 全員入れたりしていませんか<ー>無駄なメールをやりましょう、うん、一斉送信、はい、一斉送信してますかメリハリをはっきりさせるため連絡して大丈夫な休日絶対しないでほしい休日 <laughs> <laughs> これをですね設定するのもどうなのかという話です、うん、そして生産性の向上については 自分の仕事に集中するために勤務時間内でもつながらない時間を作るべきだという話でしたですから先生、もう法律にする前に、まあ、企業とかそれぞれ労働者で決められることもあるんじゃないかといいううことです、ね、そうですすねねそはい、あのフランスでこのつながらない権利が議論されたときにあの一番大事なのは意識改革で、まあ、啓発とか教育が一番大事だというふうに言われていました。うん、やっぱりその どうしても仕事が優先でついついやってしまうっていうことがあるので、まあ、そういうまあ考え方をまず変えていくっていうことが一つ大事だということともう一つ大事なこととして。 あの生産性の向上っていうのが上がってますけれども、フランスではその技術が発達、先ほどあのスタジオの方でも話が出てたと思いますけれども、技術が発達して便利になったはずが、そっちに振り回されて、かえって効率がおか,おかしくなってるっていうことは、よくあることなので、そういった技術の革新に向き合って、より良い。 働き方を目指しましょうっていうそういう考え方を持つことが大事なのかなというふうに思っています、ねうんうん、また一方でですね仕事が滞ってしまう可能性もあるのではないかという指摘に関しては細川教授は えー、欧米より日本の方がうまくいく可能性があると。というのも、うん、欧米は個人個人で仕事をきっちり分けるんですよね、で日本は同僚の仕事をフォローする感覚が根強い、こういった国民性もあって、滞ってしまう可能性はちょっと低いんじゃないかと、うん、先生、ですからこれ、日本にはあの結構合うんじゃないかということですね。 そう,そうですね、やはり、うん、あの日本の方が、そういう意味ではフォローの仕組みさえ作ってしまえばうまくいくと思います、うんうん、それからやっぱりルールを作らないと、声を上げた人だけを得,得をするということになってしまいがちなので、はい、ま公平感を確保するためにも、まあ、法律である必要は必ずしもないと思いますけれども、各企業とかが。 まあ、その中でのルールを作って、まあ、みんなに同じように行き渡るようにするっていう発想は大事だと思いますし。まあ、消費者も含めた意識改革が大事だというのも、全くおっしゃる通りだというふうに思いますね。はい、えー。この時間は青山学院大学の細川先生に解説をしていただきました。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。こ,こちらこそ、どうもありがとうございました。